何を言ってんのお前ら。つうかいらねえな、なんかさ、なんか他の配信者の話をしてるバカども。まあドアラもう仕方ね、どうでもいい。なんかうちさ、結局 NG ワードがあるって言ってんのにね、それをまあいつまでも言うんでしょ。もう読まないから、邪魔だから。いらねえだろってリスナーも。別に俺の放送見てるだけでしょ。ナータピあるとね、俺の放送見てるだけでしょみんな。他の配信どうでもよくね。なんだか知んないけど、わけわかんないこと述べてるやついるけど、いらんだろ、めんどくせえって思わね。まあ俺はそういう認識なんだけど、正直うざったよね。どうでもいい話だよね。どうでもいいな、本当に。勝手にやってるって話。大手同士の喧嘩とかってのは分かんないけどさ、どうでもいいだろ、あんな。知らんけどさ、勝家ハトいらっしゃい。くるみなんてブロック入ってるんじゃないの、多分。ポンポンいらっしゃい。あ、ポンポン、勝家ありがとう。ポンポンね、できれば欲しいのでよろしくお願いします。ポンポンね、ちょっとでかいんで、かなりね、役目的には。まあ、できればもらいたいですね、ポンポン。もうお願いします。ポンポンと、まあ何、応援花火、まあアイテムね。金杯偽物いらっしゃい。金偽物いらっしゃいね。7位。まあ足りないな、足りない。今日までに3位いかないと。よし、いらっしゃい。偽物いるよ、金杯の偽物いるよ。喫煙にゴリップのミッキーマウス、お前もいらないな。お前もいらないだろ。別に俺の放送なんか見るつもりもないでしょ。いらん。また空いてますね。そうね。3日間、あちゃリーダーネギあれと。あのね、このイベントは、まあ、なんっけ、誰でも参加できるイベントなんだけど、1位狙いたいので、リボンいらっしゃい。で、来月はイベント参加してないから、このイベント以外は。来月はこのイベント以外は参加してない。とりあえずは。で、それからはなんだけど、それからはなんだけど、イベントは、2月と、偶数月は参加する。奇数月は参加してない。まあそんな感じかな。イベントに関しては。余計なこと言ってすいません。ハットなんてったっけ？そうなんですね。よかったですね。あ、クリムさん、よかった。いや、別に余計なことじゃないけど。だいぶす。別にリスナーにね、コメント打つのは別に関係ないんで。
デパスもブロック入れるかな。はい、で、はい、デパスもブロック。コンビブロックね。イベント疲れる？まあね。疲れますよ、イベント。何気に。大変だよ。大変大変。イベントね、何気まあ大変ですよ。いやー、LINE がもうすごいよ。こっちの携帯電話にさ、LINE 入れたんだけど、大変。あ、ビッグニートあれだ。ポンポン集めね。まあ、やりたいんで、よろしくお願いします。あっちゃんいらっしゃい。雑談聞きたい。どんちいらっしゃい。疲れたね、疲れた。まあ、昨日ちょっとね、一日出かけてたんでね、疲れたけど。で、まあ昨日ホテル泊まったでしょ。帰れなくて。ホテル泊まったでしょ。まあ家が一番落ち着くよね。家がなんだかんだ。ホテルって枕が合わなかったりとかするからさ。家具抜くのないし無理だよ。無理無理。ないしね。ぜひね、増やしてください。今日中に200は超えたら200。もう最低ラインの200なんで、200は超えたいかな。寝ないでディズニー行った時、まあウキウキしたからね。まあその時は彼女でしょ。まあそれと一緒に行って、まあウキウキしてるでしょ。だから髪の色変えたりとかいろいろしたし。イベント？まあお金がないからね、匿名希望。実際さ、10月は16万。違う、11月は16万。10月は12万だったからね。まあその中で考えるのって、配信で何かお金を使うの厳しい？まあそういうのもあるよ。ケイいらっしゃい。そういうのもある。あとは、朝は何だろうな。何だろう。何だろうね。まあ、いろいろじゃない。いろいろ。なんか今、放送楽しい時は楽しいんだけど、やっぱ違う時もある。ケンケンいらっしゃい。ケンもナイスありがとうね。なんだろうな、プライベートもそうだし、プライベートもそうだし、人間関係な。まあそれもそうだし、
放送もそうだけど、なんか乗ってる時は乗ってるんだけど、乗らない時は乗らないよね。うん、そういうのかな。いろいろあるんだよ。ポンポンありがとう。うん。俺ね、今ね、自分の個人的なプライベートのことを相談できる人として3人かな、3人。このネットでね、ネット配信者だったりとか、リスナーだったりとかするので、3人かな、相談できたりとかする人って。信用してる、信用してないってことにも関わってくるのかもしれないけど。そこは。その3人は信用してるかな。結構。話も聞いてくれるし。3人だね。今を生きるのがお前らしい。だから今一生懸命もがいてんだよ。いろんなことについてさ。もがいてるよ、俺は、俺なりに。なかなか答えが出ないというか、いい具合にいかないのかな。いかないこともある。かな。なんだろうな。まあ、疲れちゃったのかね。疲れちゃったのかもしんない。まあ、今月イベントやったでしょ。予選3日間、本戦後5日間。で、頑張って、なんとか頑張ってさ、一日中さ、枠開けたりとかさ、2日間枠開けたりとかしてさ、まあ、頑張ったつもりなんだよ、自分の中では。明らか喧嘩ない。元気ない。まあいろいろなことが重なったんだよ。まあ疲れた。溜まってんだろうね。ココもいらっしゃい。あ、セージもポンポンありがとう。セージ、ブサイク。あるとね、超絶ブサイク。ポンポンはいっぱい欲しいかな、ポンポンは。まずポンポン。で、二日目、三日目勝負だと思ってるんで、今7位の位置なので、ここを3位に移したい、とりあえずは。3位。3位に移したいからな、俺が家特定されるかされるのはどうでもいいだろう。どうでもいい話だね。なるほど。今7位でしょ、俺が。7位。7位で10万600ポイントなんだけど、6位5位は抜ける。6位5位は簡単抜けるんで、6位5位は簡単抜きたい。で、4位もまあ抜ける。で、3、2、1がまあ俺の倍、2位は俺の倍。3も倍。で、1位が俺の5倍。なんだけど、まあ抜けない距離ではない、正直。抜けない距離ではないので、そこかな。あ、ジャミさん、ありがとう。久しぶり。あ、よくしまれたね、ポンポン。ポンポン、ありがとうございます。ポンポン、できればね、3つずつ投げてもらいたい。キングボックスいらっしゃい。
3つずつ。3つずつかな。あ、無限いらっしゃい。俺はね、定期的にはね、ポン、あの、なんだっけ、ブロック解除してるよ。1ヶ月ぐらいと2ヶ月ぐらい、どちらか。レプタイル星人いらっしゃい。皆さん人間なんでね、自分がひどいことを書いたこととか、人が傷つくことを書いたぐらい、少し経てばわかると思ってるんで、僕は解除する方向ではいるよ。M いらっしゃい。俺はね、心が広いんじゃなく、まあ、定期的にそういうふうにしている。みんな人間だから。水にはいらっしゃい。まあ、ありがとうって言われなくても別にいいですよ。まあ、ただ単にみんなが楽しんでいただければ、楽しみを共有できればね。ちょっとしたさ、悪口やったりとかさ、まあそういうこと書くことあるじゃん。でもその時の俺の機嫌によってもさ、ブロック入れたりとかもするし、しない時もあるし、あとは長い間リスナーとして来ていれば、例えば A さんという新、ね、新入りの配信者が言う言葉と、常連が言う言葉って、こっちの感じ方も違う。これはみんな一緒でしょ。了解いらっしゃい。これは一緒だと思うので。なんで分かってくれればなと。K いらっしゃい。了解あるやつね、ポンポン。ポンポンできればね、3つずつ投げてもらいたいな。1日3つしか投げれないんだけど、3つずつ。1個ずつだと10倍になっても結局10でしょ。でも3個投げれば30個になるんで、まあ、これ大きいので、できればね、ポンポン投げるときは1個ずつじゃなく3個ずつ投げてもらいたいな。その方が倍率が高いので、はい、よろしくお願いします。運が良ければ、まあね、10倍。運が、まあね、なければ、まあゼロなんで。K 山彦いらっしゃい。M いらっしゃいね。15%、あ、10%だから確率がね。10倍の確率が10%なので、10人投げれば、1人は10倍が出るんで。そっちの方が美味しいのよ。メルボンクルいらっしゃい。コンケいらっしゃいね。太郎いらっしゃい。まあ、お願いします。あとはね、まあ、無料アイテム以外に、やっぱり有料アイテム。有料アイテムっていうのもやっぱり貴重なので、有料アイテムね、余裕がある人だけでいいんで、投げていただければな。あとナイス、あと1でね、あと2か。2でね、200いくんで、まあ最低ライン200なんでね。お前が元気ないとこっちも辛くなる。いろいろあんだよ。いろいろ、投げいらっしゃい。俺ってさ、友達が少ないわけじゃないしね。多いわけでもないけど、少ないわけでもないし。まあ、そういう人間関係だったりとか、まあ、いろいろあるんだ。なんかな。仕事も、そうだね。今日そうは金曜日だもんね。仕事納めお疲れさんね。まあ、土日仕事の人もいるだろうけど。まあ、とりあえずは仕事、お疲れさんかな。今日もおしゃれでかっこいい。今日ね、セットアップね。前買いに行ったのよ、これ。前買いに行ってね。そうそう。その時に買ったやつ。着やすいよ。着やすい。俺もう2着ぐらい欲しいもんね、こういうセットアップ。欲しいと思う。買おうかなと思ってる。だから。高いんだけどね、2万円ぐらいするから、約2万円ぐらい。値引きされても1万7000円とかだから、高いんですよ、まあ。でも、まあ、あったかいし、この季節にはいいかな。